6レース2次予選 B 3着になりました長崎の山崎選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日は、新井選手の連携で、後ろ中段からになりましたけども、組み立てとしてはどういうふうに考えられますでしょうか。そうですね、もう前か後ろの中段になるかなというふうには思ったので、はい、で順番通り先行で形になりましたけども、メインとしてはもう先行を受けるという。そうですね、はい、全然その準備もしてたので問題なくでした。今回九州は別戦にはなりましたけども、その時何か意識というのはありましたでしょうか。そうですね、ちょっと相馬は仲間だったら心強いんですけど敵だとちょっと、はい、やりづらい部分もやりづらいですダイゴもそうでした。昨日は短期で、まぐりに行った形で、今日は先行でしたけど、2走してみて状態っていうのはどうでしょうか。そうですね、昨日よりは全然今日の方が良くて、はい、明日はもうちょっと良くなると思うので。何か変えられた点っていうのはあります。ちょっと左の3の位置がずれしたので、そのちょっと戻して昨日はローラーに乗ってるっていう感じでした。それが結構いい感じにはまったっていう。そうですね、はい、スムーズにペダリングできるようになったら良かったと思います。この後、この激戦の準決勝になりますけども、この後は何か変えられたりしますでしょうか。いえ、特にはなく。でも、ケア中心に。はい。わかりました。では、準決勝、それから向けて最後、意気込みをお願いします。はい、今日はありがとうございました。また明日一着目指して頑張るので、応援お願いします。